今回は、タイトルのようにですね、今までやってきた変なカスタム何ですかっていう、タイトルなんですけど、実はちょっと前に質問いただきまして、りょうじさんが今までやってきたカスタムの中で面白いのあったら教えてくださいみたいなのが、ありまして、でね、ちょっとね、古いブログいろいろ漁りまして、画像を引っ張れるやつを引っ張ってきて、まあなんかいろいろあるんですけど、まあ今までやった中で真似されてないなっていうのが、いくつかあって、で画像拾えたやつが今回ね2つとりあえずちょっと紹介しようかなと思って、でもう今画像出ちゃってますけど、まあタイトルにもねなってるんですけど、一時ねこういうチョッパーのリアホイールにはめるホイールキャップってすごい流行った時期があって、まあ今もあるんですけど、その頃ほどじゃなくて、で僕割とこの頃に先駆けてこのカスタムをやったんですけど、全然流行んなかったんですね。ほんで、まあタイトルにあるように、このね、SR の、まあなんか、ラットなカフェレーサーなんですけど、これリアにね、ゴールドのホイールキャップ履いてると思うんですが、これ本物のドラムのシンバルです。はい、18インチの。ほんで、これね、仲間とくっちゃべってた時に、ディスクキャップあれどう思うみたいな話になって、いやなんかシルバーで結構金かかりますよねみたいな話をしてたんですよ。でその時その友達が、リュウジさんシンバルいけんじゃないですかってポロって言ったんですよね。そうで、なんかパールとかあの辺のかっこいいじゃないですかとかっつって、で確かにホイールキャップっぽい形してんなと思って、でねヤフオクで、いろいろ値段調べたら、2枚セットで無名のね、このノーなんていうんですか、ネームなしのやつが2枚セットでね8000円ぐらい出てて、あこれちょっとダメ元でやってみようっつって、で滋賀の仲間の店にね丸投げしてつけてくれっつってでやったのがこれで、でこのカフェ SR はねその後チョッパーに変貌していって、終焉を迎えるんですが、これ今出てる画像がねチョッパーの途中経過の時で、まあなんかいろいろねやったはやったんですよ。この時ねエンジンも確か 595cc のやつに乗せ替えて、で CR キャブが入ってて、まあなんかリビルド、エンジンのリビルドとかしなかったんですけどね、なんかもう今にもぶっ壊れそうな感じの、速さでしたね。いやこれね懐かしいな、いろいろね、でシートフレーム加工して、タンクはノーマルのナロータンクに交換して、でリアはねファットボブ、これね確かレブルの純正リアフェンダーをぶった切りでつけましたね。んでね、シートも2回ぐらい自分用で作ったんですけど、まあなんかね乗りにくかったですね。ポジションがいまいちな感じで、すごいタイトだったんですよね。乗るのは乗れたんですけどね、ちょっともうちょっとこうポジションを考えて作ればよかったかなと思って。そうで、これがねタンクつけて、あこれ今シート作ってたところかな。でこのねディスク、シンバルディスクは本当に誰も真似しなかったですね。俺流行ると思ったんですけどね、これねサイズもいろいろあるから、なんかもうちょっとちっちゃいバイクとかにも行くかなと思ったら誰も真似しなくて、そうですね、なんかシンバル、いやもう多分俺だけだと思いますね、考えついて。まあつけてくれたのはホットロッドショーにも来てた滋賀のベリーバッツなんですけど、いろいろ大変で、やっぱり両サイドから染み込みたくて、ボルトナットが見えてると思うんですけど、あれ中にちゃんとカラーが入ってて、締め込んでも潰れないようになってるんですよね。でそのねカラー入れて締めるのがめっちゃ大変で、何気に苦労しましたね。この SR はねどうしたんだっけな、まあ手元にないんで売っちゃったは売っちゃったんですけど、いろいろねいろいろやりましたね。なんかでこの頃ちょうど僕ねシートベースを自分で作るっていうのも実験してて、
で、ファイバーを使ってね、このバイク用のシートベースを作ったりして、まあその容量を得てた頃で、なんかいろいろ勉強になったバイクでしたね。なんか今見るとね、すごく、いい感じですね。なんかね、こうやんちゃしてたなと思いますね。なんで、あの、だからこれからもしね、ドラムつけたい方、ドラムシンバルつけたい方いたらね、あの、つきます、ちゃんとこういう風に。で、これ基本、シンバルを加工は穴開けだけで、こう曲げたなんだっていうのは一切やってないです。18インチのシンバルをそのまんま、外周だけちょっと切ったんだっけな、ちょっとねその辺忘れちゃったんですけど、でもあの本当にこうシンバルの R とかは一切いじってなくて、やったとしたらあの切ることと穴開けることだけしかしてなくて、こういう風な感じでつきますんで、そうですね。あ、でこれが最終形態に近い頃ですね。サーフェサー、これもね、仲間のサーフェサー、仲間のその塗装屋さんに頼んで、サーフェサー適当に入れてくれっつってグレーにして、ツヤなしで、でこの今ついてるシートが試作1個目のファイバーベースでベース作って、横タックロールのね、なんか細かい横タックロールでモコモコさして、なんか出来上がったらあのでかいあのカブトムシの幼虫みたいになって、すごい気持ち悪くて、あの当時の彼女にすごい嫌われてましたね気持ち悪いとか言われて、でこのあとね、ちょっとまたシート変更するんですけど、まあでもシートドロップね、この時期すっごい流行って、あのブラッドスタイルさんがね一番最初にやって、本当にこの斬新な、なんカスタム手法の一つでね、もう今定番化しましたけど、この当時はね、これも今から10年以上前、11年前ぐらいかなになると思うんですけどね、これやって乗ってましたね、この頃はね。バイク最近はもうあんま乗ってないんですけど、でね、この SR 自体は、もらった SR で不動の出来、なんか出来損ないっていうか、やり途中のカフェがあるんだけど、いるって言われて、いりますっつって、でさっきの一番最初の方のラットカフェレーサーに一回して、でよく見るとちょっとあの初期一番最初に出てる写真は画像が悪いんですけど、あのタンクね、サビサビのシャークティースだと思うんですけど、あれ本物のサビを塗装屋に依頼するっていう暴挙に出ましてガチで錆させてくれっつってで錆させてもらったのがあのタンクで、あのね、ムーンアイズのスワップミートの写真なんですけど、あれ塗装だと思って本当に触っちゃって手錆びてる人結構いましたね騙されてでなんかカップルとかが触って遊んでたんですけどね、錆び手ついてましたね、あれ騙せてたんで、なんか騙せてたわけじゃないかなんかね、面白かったっすね。はい、でこれがね、最終形態のこの SR より作ったシートで、でね、まあなんかパンダシート作りたくって、互い違いに色を組み合わせたらどうなるかなと思ってね、やってみたら意外とかっこいいですよね。なんかね、今見てもおーって思うけど、でこの頃もね、このボタンで引いてあるやつとかをちょっと実験したくってどうなるかなと思って、で写真で見ると意外と大きそうなダブルシートに見えるかもしれないんですけど、これ実はシングルシート並みにちっちゃくって、やっぱりね、チョッパーっていろんなディティールがこう凝縮してちっちゃくなるんで、シートもね、それに合わせてディティールがちっちゃくなっていくんですよ。でそうすると思ってる以上にこのシートの例えばフロント側とか後ろ側の R っていうのはすっごいちっちゃいんで、もうね、ミシン普通に縫ってるこう工業用ミシンのこう最小半径みたいな R もう限界の大きさなんですよね、チョッパーのシートって。車の例えばヘッドレストとか肘掛けなんかに比べると R がきついんで、ディティールをちっちゃく作るっていうのはすげえ難しいなと思ったのは、ここら辺の仕事を自分でね、自分のバイクで実験してやってみて、初めて気づきましたね。まあでもこれね、2作目3作目ぐらいなんですよ、ファイバーから作って。
十何年か前、今見てもよく意外とまあよくできてんなって自画自賛ですけどね、思いますね。でね、これが最終形態ですね、あの SR の。まあ、あのつけてみてあんな感じです。ファットボブの上まで切って、タンデムはだいぶきついか、ほぼできないと思った方がいいかな。ただホールド性はすごい良くて、後ろ の腰の後ろですか、あそこのねパッド感はすごい良かったんで、あとはこれね、まあステップがね、このバイクノーマルのまんまなんですよ。だから今思うと、ステップをやっぱりもう少し上げて、ハンドル若干引き気味にしてあげれば相当ポジションはね良かったかなと思うんですけど、まあなんかそのね、カフェレーサーとか、SSK みたいな攻めるっていうのとはちょっと違うかもしれないですけど、でもすごいコントロールしやすくてコンパクトに、なったかなと思いますね。どうなんですかね、今見るとね。まあ最近のチョッパーとはまたちょっとこう毛色の違うね、ちょっと荒くれた、チョッパーで、今だったらこれ俺どうするかな、どうすんだろう。ちょっとドラッグレーサーっぽくしますかね。フロントももう少し落として、なんだったらリア少し伸ばしの太いタイヤ履かして、でなんかやっぱエンジンがね、ボアップして CR キャブぐらいなんで、なんかエンジンやりたいですよね。なんかスーパーチャージャーつけるとかね、ターボつけるとかね。 SR の2機掛けとか誰かやんないですかね。 SR2 機掛けとか結構インパクトあって面白いと思うんだけどな、ベースも安いし。だから単気筒の2機掛けってどうなんだろう、振動すごすぎんですかね。まあなんかもし誰かやりたい人いたらぜひやってみてください。んで次がね、はい、これですねこれはシボレーの3100、1953年式のあのトラックにね乗ってた時に、キャブレターがね、もうあまりにもシングルバレルのもう幸運期かお前これって親父に言われたキャブレターがついてて、の何をと思ってね、で試しにいろいろ調べたら誰もやってなかったんでやってみようと思って、これねウェーバーの45かな、40倍 IDF だか違うわ、 D なんだっけな、なんか忘れちゃった、あのダウンドラフトのキャブを、ヤフオクでね2万ぐらいで買いまして、でオーバーホールして、でこの下にあるねアダプターというかインマニを作ってもらったんですが、でこれはあのねキャブと、その反対側のオリジナルのインマニの出口じゃない入り口かのサイズを取って、そのベリーバッツさんにこの当時ね作ってもらったんですけど、このインマニアダプターね作る前に実は自分でこれを作ろうと思って挑戦してましてあのね発泡スチロールで、インマニのこう型をね作って、でそれをシリコンでなんかこう抜いて、で石膏に固め石膏で固めて型枠作って、で最初アルミで作ろうと思ったんですけど無理で、でね釣りかな、釣り用に使う鉛を使ってで溶かして自分でこうなんていうんですか、鋳造するっていうね夏休みの宿題をやったんですけど、まあ見事に失敗しましたね。鉛溶かしてる間に気づけよって話なんですけど、まあ重い鉛がそれでみんなね見てたんですよ、鉛溶かしてんので、やっぱダメでしたっていう動画じゃないや、レビューをねブログに書いたらみんなしてだろうねみたいな、りょうじくん鉛はダメでしょみたいなで教えてよって話なんですけどね、みんなこうなんかクスクス笑いながら見てたらしくて、そうだからね失敗しない方法はいくつかあったんですけど、まあ鉛使わないでまずやるっていうのは第一条件で、やっぱアルミがいいみたいですね、軽いしね。であとその型に流していく時とかに結構コツがいるんで、なんていうんですかね、温度と湿度とあとその鉛の抜けていく経路を作んないと綺麗な形にこう
をなんていうんですかね、あのメス型が埋まっていかないっていうか、なんでねその辺を検討すればねうまくいったかなと思って、ただ物がちょっとでかいのかな、あのモンキー用とかをね自分で鋳造してる方はいらっしゃったんですよ、いろいろ見てたら。うん、だからねまあもう一回チャレンジするかっつったらねもういいです。だってこのねあのアダプター作ってくれたの1週間ぐらいでね送り返してくれたんで先にそれやらよかったなと思って。ただねこれあのまあこのエンジン216っていうあのシボレーの直六で多分一番ちっちゃい排気量だと思うんですけど、ねウェーバーつけたらやっぱめっちゃ速くなりましたね。うん、でトラックなんで3速ギアなんですけどね、3速なんかもうあっという間に使い切っちゃってすごい速くって、もうなんかなんて言うんだろうな、モリモリな感じだったんですけど、ぶん回してくれっていう風な雰囲気のエンジンになっちゃうんですよ。やっぱこうキャブにエンジンが回されてる感じっていうんですかねになっちゃって、でもう間違いなくギア比も合ってないし、このトラックの何て言うんだろう、何とも言えないこの穏やかな感じで走るっていう、まあシボレーの直六のノーマル乗ってもらった人には分かるかと思うんですけど、あの感じからは豹変するんですよ。うん、すっごいせかすエンジンになっちゃって、でねこの時あの動画を YouTube にね一回アップしたんですけど、あの面白いことに海外の、親切な方がですね、まあアメリカ人なんですけど、コメントくれまして、あのチューニングをするんだったらお前216エンジンなんかでやるんじゃないよって言われて怒られてあのこの216の後に1954年か55年から排気量がアップして236っていう次の型になるんですけど、あのチューニングすんならお前236でやんなきゃダメだろバカみたいな、すごいねコメントいただきまして、うん、で確かにあのチューニングパーツは出てるんですよ236からちゃんと、うん、で216まではあのねアメリカではヴィンテージモーターっていうくくりになってるみたいで、いじっちゃダメみたいなカテゴリーらしくて、216が乗ってるエンジンが乗ってる車はもう216のまま綺麗に乗れよっていうなんかどうも風潮があるらしくて、でお前のトラックは綺麗なんだから216にそんなウェーバーなんか突っ込むんじゃねえってすごいねアメリカの人に怒られまして、うん、でまあ確かに乗りづらくもあったんで、この後ねすぐねあのノーマルのストロンバーグだったかなに戻して、放牧的なねトラックとして乗ってたんですけど、うん、まあ楽しいっすよねこういうのね。で僕の基本的に何て言うんだろう、このカスタムする時のこうなんか方針が、まあ人がやってないことをやっぱりするっていうので、そんな大それたことはねできないんで、もうちょっとずつ人がやってないことを、うん、やるっていうのが楽しくて、まあ今のビートルはね人はやってることをやってると思ってるんですけど、なんかちょっとずつやっぱそのね趣向を変えてね楽しんでいけたらなと思ってますんで、もしよかったら、まあ、参考にはなんないと思うんですけどね、こういうことやったことあるよっていうので、楽しんでいただけたらなと思いますんで、ではまたなんかあったら、紹介しますんで楽しみにしてください。では。